OK、OK。はい、皆様こんばんは。FOE ジャパンとフクロウの会でお送りする FOE、あ、フクロウ FOE チャンネル FFTV。9月2日火曜日、あ、大丈夫？大丈夫？あ、はい、とりあえず行きます。特集96、火山検討チーム第2回会合、仙台原発火山審査を白紙にということで、すいません、なんか予定がコロコロ変わって申し訳ないんですけども、8時から今日の、やりたてほやほや火山検討チームの、報告をしまして、9時から予定していた避難問題の特集をやりたいと思います。ということで、まずは火山から行きたいと思います。では、フクロウの会の坂上さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。今日火山検討チームの第2回がありまして、まあ、ちょっといろいろ中身があるので、はい、まあ、すぐお伝えしましょうということで、はい、急遽、やることになりました。はい、で今日はやる前に、はい、もう第、まあ、あとちょっとやりますが、第1回の、ところでね、まあ、審査の根底がもう崩れてるぞというところで、うん、その仙台原発の火山審査を白紙戻してやり直してほしいということで、まあ、皆さんにお願いした緊急要請ですね。あ、そう、もう署名ね、みんな、まあ、最後いくつぐらい行ったんですか？これ緊急要請で、数がですね、うん、一応、団体が85団体ですね。で個人が898名ですね。 ありがとうございました。皆さんありがとうございました。出してきましたので、で朝、まあ、結構15人ぐらいですかね、集まって、うん、まあ、一応マイクでアピールをした上で、うんうん、提出をして、はい、で、まあ、傍聴に入ったと、うんうん、いうことです。はい、で第2回はどうでした？第2回はなんか これだけダメだってことが明らかになってるのに、スルーするの、いや、スルーしちゃダメ、あ、スルーするんだ、みたいな、そういう感じ、沈黙が長かったですね。そうですね、だから、まあ、ちょっと規制庁もちょっとどうしていいかこの先ね、うん、分からないって感じで、うん、なんかもう本当に煮詰まって、うん、なんか身動きが取れないみたいな感じで、うん、それでも沈黙が長く続くみたいな、うん、しかもなんかいつもはその抗議する相手でそんなんじゃダメだって感じなんだけど、今回はその火山の専門家の人たちは割と指摘してほしいことを言ってるわけだから、こうなんかこう微妙なこう聞くなんていうか、どっちをどう応援してどうしたらいいのかしらみたいな感じでした。じゃあちょっと中身について、はいはい、やっていきたいと思います、はい、ね、まあ、ちょっと第1回目の復習から言うと、はい、火山噴火予知連の藤井さんが、はい、まあ、非常に根本的な問題提起をしてまして、はい、ここでも紹介してます ドルイット論文ですね。ドルイットさんの、論文ですね、まあ、サントリー島の事例なんですけども、はい、これが、カルデラ一般に適用はできませんよと、うんうん、だからあんまり一般安易に一般化するのは避けた方がいいという、うんうん、根本的な問題提起をして、はい、でなおかつマグマの供給速度の変化っていうのが、うん、必ずしも地表 の隆起に現れるとは限らないと、だから、はい、モニタリングしても分かんないよ、分かんないかもしれないし、あるいはもうすでにね、うん、マグマの供給があるかもしれないと、ただ分からないだけでというね、うん、まあ、そういう意味を込めてまして、でしかも、うん、藤井さんが非常に的確に言ってたのは、この論文が非常にこの火山審査の決定的な位置づけを持っていると、うんうん、で運用期間中に巨大噴火が、発生する可能性ですね、はい、これですね、それから、噴火を事前に予測できますか、できるかどうかですね、それから、予測は核燃料の排出に間に合うかどうか、うんうん、でその全てに関わってきます、ドルイット論文はね、ドルイット論文はですね、うん、まあ、ある意味まあ、九州電力が当初はいろんな理由を挙げてこの3つを説明してたんですけども、うん、いろいろ、いや、それは無理だよみたいな話がいっぱい出てくる中で、結局残ったものはこの論文しかないっていう感じで、でところがその論文ですらね、安易にその南九州のね、体に適用することはどうかと、しかもまあ、ある意味そのドリット論文をもとにして、それがそのまんまね、アイラカルデラでも起きるということを前提にして、その予測のね、計画を、しかもマグマの供給がそのまんま地表面の変化に現れるという前提で、うんうん、モニタリング その判断基準っていうのを議論してるわけですけども、うんうん、それすらちょっと怪しいよと
ていうことで相当根本的な問題提起したんですね、うんうん、でまあこうなった以上はやっぱり、ね、仙台原発の火山審査は、まあその九州電力あるいは原子力規制委員会が唯一すがる論文 の、うん、あの による根拠が崩れてるわけですので一からもう一度検討し直した方がいいと、うんうん、あのいう、まあ、それで要請を出したということになって、はいはい、で今日第2回ですね第2回ですねで第2回はあのこれは、まあ、あの前回規制庁が予告をしてたわけですけども、うん、なんかいきなり取りまとめみたいなそうそうそうそれからしていやちょっと待てみたいなね、はい、でこれが今日出た、うん、あの原子力施設に関わる、うん、巨大噴火を対象にした火山活動のモニタリングに関する基本的考え方の案ですね、うん、紙にするとこんな感じのねそうですねはいですね、うん、ででこれ量的にはそうですね 1ページ半ぐらいですね、うん、非常に短い中身で、うんなんかこんだけみたいなこんだけみたいなこんだけみたいですね、うん、いう感じなんですけどもそれがどういうものかということなんですけどもまあ問題になってるね、うん、あのさっき言った運用期間中に、うん巨大噴火が起こる可能性がどうなのか問題、はい、それから、その予測が可能なのかどうかっていう問題多々あるわけですけども、うん、具体的な中身ほとんど書いてなくて、うん、書いてないんです、ねうん、で、何が書いてあるかというとなんか、うん原子力規制委員会の対応としては、はい、何らかの異常が検知された場合にはモニタリングによる検知の限界を考慮して空振りも覚悟の上で巨大噴火の可能性を考慮した措置を講ずることが必要である、うん、またその判断は原子力規制委員会原子力規制庁が責任を負うべきである、お、ね、ここだけ見るとちょっと勇ましい感じですけど、ただまあ何ていうかな止めればいいだけの問題じゃないっていうね、うんうん、で核燃料の搬出の問題はどこ行ったのあこじゃあ ここの、空振りも覚悟で何とかした処置っていうのはもう止め原子炉止めるっていうことだけをイメージしてるっていうことですね、うん、核燃料の搬出は考えてないってことですか考えてないというかまあ一応この措置を講ずる中にはね当然入ってなきゃいけないわけですよ、うん、火山管理にはそう書いてあるわけですので、うんうんただ議論の中身で言うと、うん、そもそもだから核燃料の話に間に合うような予測は難しいですよっていう指摘をずっと火山学者の側からしてるのに対しては何も答えがないわけですの で、うんうんうんですね、で結局なんかそんな具体的なことはいいからとりあえず基本ね、うん、あの考え方について今後も議論していきましょうみたいな感じで非常にこうお茶を濁すみたいな、うんいうところがあるんですね、うん、それでちょっともうちょっと具体的にあの一から見ていくと、はい、まずですねその噴火の可能性についてね、うん、噴火の可能性について、うん、で仙台原発、はい、でこれはあの一番最初の第1回の時に、はい、あの一応、まあ、そのこ の、 あのチームがの、ね、あの検討はあの、どういう考え方でやりますかというところも書いてあるんですけども基本的にはですね、うん運用期間中にカルデラ噴火に至るような状況ではないと判断しておりまた原子力施設設置者が巨大噴火を対象にした火山活動のモニタリングを実施する場合に関しモニタリングによって、万が一、異常な状況が認められた場合原子力規制委員会としては安全側に判断し原子の停止を求めるなどの対応を行うことと、しているとの考え方を示しているだからここまでは一応もう、うんはい、あの規定の前提にしてくださいとその仙台原発の審査についてはもうこれで結論が出てますよとここまでは一応あの前提の上でその先のモニタリングについて議論してくれみたいな、うん、いうことなんですけども、うんただあのさっき言ったように第1回の時に藤井さんはここも含めて問題提起してるわけですよね、うん、ドリット論文は、うん、あの要するに、噴火直前100年ぐらいにマグマの凶器が急速にうん、起こることがまあサントリー島でありました、まあ、それしか言ってないんですけども、うんうん、それしか言ってないんですけども、まあ、それを使って、うん単に100年前にマグマの供給 が急激に増えればそれが急激な地殻変動になってそれが加速できるって、うんうん、
で予測ができるってだけじゃなくて、今そんなに急激には起きてないんだから、うん、あと100年は大丈夫だっていう、当面起きない根拠にも使われてるんです。でそれについてもそれも含めて問題提起をしたわけですけども、うん、ただこの文章はそれについてはもう話の前提としてもうすでに原子力規制委員会は判断しちゃってますと、あの藤井さんは無視みたいってことですね藤井さんの指摘は無視ってことですね、まあ、ちょっとその場面からあのちょっ と、ビデオですね、今日の、ところですね、見ていただきたいと、思いますね、はい、午前中やりたてほやほや火山検討チームてか、あんまり御用学者みたいな人ほんとんどいないかったんですよね、なんかその呼ばれた人たちは呼ばれるんでしょうかね、つまりここのチームの、事業者が主体でないと、もうちょっと失礼します、すいません、規制庁が主体となった、これはやっぱりありえないだろうと、いやありえないですねでもそうするとやはり国が組織する観測所を含む、なんか体制で、本格的にモニタリングするっていう、これモニタリングがどこがやるのかちょっと、うん、でこの後ですね、はい、他の方のご意見をいただける、はい、今の中田さんの話ですと、その規制庁にガイドラインについて の、まあ、一種の疑義を申し立ってるわけですが、それも含まれるんでしょうかね、つまりここのチームの検討チームの使命というのが、よくあのそういう意味では分からなくなったんですが、今中田さんがおっしゃるようにあのモニタリングの主体っていうのを国の機関でやるべきだという、まあ、巨大噴火に関しては本来そうあるべきだと私も思いますけれども、今もしそこまで言及するんであれば、あのガイドラインの前提になるあの例えばこの案の中の第一パラグラフの部分ですね、規制庁は判断したと書いて考え方を示していると書いてありますが、これはまあ規定の事実としてここに述べられてるんですが、このあの前回の議論の中でもですね、この規定の事実に至る過程の一部で、少なくとも一部はあの過程が成立しない、あるいはあの例えばデルイットの、あの論文っていうのはこれは一般化されたものではないので、アイラにそのまま使えないということをあの私は申し上げました。でそれ以外にもいくつかありますよね、そのカルデラ噴火に至るような状況ではないと判断をしたという、その判断内容に関してあのいくつか疑義があるんですが、まあ、そのことについてもこの検討チームの中で、議論をするのでしょうか、そこがはっきりしないのでちょっと教えていただきたいんですけど、あのその点は現状がこうなっているという認識から我々は始めているということですので、そこまで遡って全部ひっくり返してしまうとこの検討チーム自体が成り立たなくなると私は思っていますので、まあ現状から出発していただきたいというのは私の、なんか今までで一番島崎さんに腹立ちますね、ちょっとこれはね、これはね、これは許せない、許せないですね、本当に科学者なのあなたは、うん、っていうね、科学的技術的に検討する気があるの、ね、っていう ね本気であの安全確保する気があるのっていうのを本当に、うん、あの問わなきゃいけないですね。だから藤井さんの指摘は、うん、まあ、別になんか政治的に立ち居振る舞ったわけでもなく、ね、うん、別にその自分の思想心情でを吐露したとかいうわけでもなく、うん、ね、科学者として、うん、あのドルイット論文の扱い方についてね、うん、ね、あの、ドルイット論文そのものに即してないしはドルイットさんの、うん、あの直接本人に見解を確認した上で、上で科学的技術的な意見を、うん、あのあるいはあの事実を指摘してるだけ、あ、そう、事実ですよね、そうそうそう、事実を指摘してるだけなんです、うん、でそれについてはね、うん、あの、今日の基本的考え方の第一パラグラフ、第一パラグラフっていうのはすで、うん、にここまでは原子力規制委員会はもう判断しちゃってますね、うんうんうん、それはもう判断しちゃってますから、あのそれは所有のものとして議論してくださいっていうふうに書いてあるわけですけども、うんうん、例えば運用期間中のね、うん、あのその、まあ、カルデラ噴火の可能性についてどう考えるのか等々含めてね、うん、あのそのドリット論文のその、まあ、科学的な彼としてね、うん、科学者としての、まあ、あの事実の指摘に基づいて、うん、あのもう一度根本的な問題提起がなされてますよっ
っていうのを、まあ、再度念押しとか確認したわけですけども、うん、もうなんか一周ですよ ね。しかも特に理由がないんですよ。そう、そう言っててそんなのいちいち根底からさかのぼってやってらんないですよっていう ね。だってもう審査書出しちゃったもんみたいな。非常に政治的で、うん、不誠実な対応だし、うん、まあ、少なくとも科学的な対応ではないですね。技術的というか、うん、科学者としての対応ではなくてというので、うん、これは非常に問題ね。なんか物腰柔らかだから一見正しそうに見えるのがまた腹立つダメだよこんなんじゃ。それでもうちょっと言うと、はい、実はこの文言の表現っていうのが運用期間中にカルデラ噴火に至るような状況ではないと判断しており、また原子力施設社が巨大噴火を対象とした火山噴火のモニタリングを実施するって書いてあって、はい、ちょっとこれカルデラ噴火っていうのと巨大噴火っていうのをちょっと文言分けてあったんですよ、うん、お、なんかこれは意味があるの？ちょっとなんか変えてて、はい、あ、意味があって、でこれはなんで変えたのかっていうと、まずね、もともとはカルデラ噴火っていう言い方をしていて、あ、全部、まあ、VEI っていうその噴火の指標でいうと、はい、7以上ね、はい、まあ、7っていうとその、アイラカルデラの 3万年前のでかい噴火、うん、縄文人が死んだ、うん、死んだやつね、うん、ところがですね、はい、ちょっと先週の放送ちょっと間違ったんですけども、うん、アイラカルデラの噴出量というのは445じゃなくて450立方キロメートル、立方キロメートル、450立方キロメートルで、はい、で、サントリン島は45から60でしたよね、はい、あ、全然大きさ違うんだ、ちょっと違ってたんです、すみませんですね、ということはね、あので、サントリン島は VEI の指標で言うと6なんです、数字がちっちゃい方が小さな噴火、小さな、うんうん、まあ、マグナの噴出量で、うん、まあ、桁数が違うと数字が変わってくるんですけども、うん、だから、カルデラ噴火っていうのは VIE7 以上っていうふうに定義してたんですけども、そうするとサントリン島は外れちゃうんですよ、はい、あ、ちなみにその一般的にはこれのカルデラ噴火っていったら VI いくつって決まってるわけじゃなくて、原子力規制委員会が定義したんです、ね、あ、なるほどね、はいはい、だからちょっと分けたんです。それで、うん、でここだけ見るとね、はい、要はカルデラ噴火っていうのは VEI7 以上、ね、カルデラ噴火みたいな7ぐらいのめちゃめちゃでかいのはまあ当面起きないけども、当分起きないけど、巨大噴火っていうのはまあ6以上になるんです、はい、1つランが下がるんですけど、6以上だったら起きるかもしれないと、はい、あ、かもしれないと、でそれはちゃんとモニタリングしておきましょうみたいなね。あ、じゃ あの7以上はもう切り離しちゃって起きないってもう断言しちゃうみたいな、うんうん、ところがね、はい、その先なんて書いてあるかっていうと、はいはい、巨大噴火については観測例が少なく、現在の火山学上の知識ではモニタリングによってその時期や規模を予測することは困難って書いてある。ああ、ね、ダメじゃんだからね、うん、7以上は起きないけども6だったら起きるかもしれないっていうのはね、うん、はい、規模を予測しちゃってるわけですよ。ああ、そうか、そうか、そうですよね。規模を予測してる。あ、そういうことですよね。規模を予測してるんですよね。それもまあ大体この先100年ぐらい考えた時にみたいなね。時期も予測してる。規模を思いっきり予測してるので、だからちょっとこれ同じ文章の中でね、うん、ちょっと矛盾があるなっていうふうにも思うんですけども、はい、まあ、ともかくね、その藤井さんのドリット論文に対する指摘についてはとにかくもうちょっとちゃんと島崎さん含めてね、うん、検討してもらわないと、うん、ね、何のための、ね、に火山学者呼ばれたのかって、ね、うんうん、本当ただのなんかピエロみたいになっちゃいますので、うん、それは非常に問題がある、ね、失礼ですよね、それから、じゃあ続いて多分今日の一番のポイントだと思うんですけども、はい、さっきもちょっと出てきたその、うん、兆候を把握した場合の、まあ、対処ですね、はい、どういう対処をすべきかというところで、うん、まずねこの文章全体で、うん、核燃料の話って言葉が一言もないんです。あ、そう、なんかすっごい引っかかった。一言もないんです、うん、で、で例えば最初のパラグラフで言うと、うん、原子炉の停止を求めるなどの対応を行うことをしている、うん、そう、 などに含まれるの、いや違うのみたいな、などに含まれるかどうか、うん、
でこれね、はい、質問収集の文言は、はい、原子炉の搬出あ停止等等を求める、うんうん、でこちら原子炉の停止を求めるなどなどの位置が変わってるんですね。などこれなどに核燃料の搬出入るの、うん、入るのっていうね、入るか入らないか、なんでこれこっちにしたのみたいな。まあでもやっぱりちゃんと書いてもらわないと、うん、でも核燃料の搬出っていうのはそっちの方が大変だっていうのもあるし、うん、多分そっちの方が危険なんですよ。うん、あそうですよね。県政から言っても、だから、うん、もう今回の福島の問題でも、ね、うん、4号機の燃料プールの話っていうのがあって、はいはいはい、多分4号機の燃料プールがもし崩れて、うん、空きになって、うん、でそれがそのまま要するに外ほぼ裸の状態で溶融するってことになったら、うん、多分1、2、3号機よりも全然放出の規模というかね、うん、事故の規模っていうのは全然また違ってただろうっていう話もあるんですけども、うん、圧倒的に多分4号機 の, もし最悪の事態とか考えた場合にはね、4号機の方が一番、4号機の核燃料、使用済み核燃料のプールの方が深刻だったと言われてて、で仙台原発は1946体も使ってるわけですよ。だからそれが冷え上がった時の状況っていうのは、だからなんか原子炉だけ止めとけばいいやっていう話では全然ないわけですの で, ね、うん、ね、だからそこら辺もちょっと逃げてますね、これ全体的に ね, そうですね、大幅に。で、もう一つ大きなのが兆候を把握した場合の対処で、まあ、さっきちょっとちらっと言いましたけども、うん、少しちょっとその辺の場面についてまた、はい、ビデオを見ていただきたいと思います、はい、さっきの会議の続きで、あ、これちなみに規制庁の YouTube なんで皆さん見れます。YouTube で原子力規制委員会、あとその規制委員会のホームページからも会議ってとこをクリックしていくと情報を収集して分析をして評価をするという、それは行うというまあ、ある種の約束が申請書の中に書かれているというふうに大事にしています。で桜田審議官、これをその実際に、はい、やっていく、ね、というところを今は方針だけですけれども、まあ、どういうその形で文書化されるかっていうのはこれから審査していく必要がありますけれども、法案規定のようなドキュメントの中で、少なくともその問題に実施するっていうところについては何らかの記載が行われる必要があると思ってますし、その法案規定に記載をされればですね、そのところに事業者が活動しているかということについては、その後の検査などで確認をしていくということになります。これは規制上の行為としてありますので、もしその通りに行われていなければ約束違反であるという話になりますので、何らかの、そのきちんとやりなさいというそういう措置を取ることを、まあ、求めることに規制当局としてはなるわけで、まあ、事業者もそこはそういう枠組みのもとで約束してますから、まあ、実際のところはしっかりやっていくということになると思いますし、お金がないのでできませんということには多分まあ、それも許されない話なので、ということになると思います。で、ただそれいつまで続けるのかということですけれども、これは当然原子力発電所がそこに存在する限りと、まあ、この規制の言い方でいうとその運用期間中と、まあ、そういう言い方になりますけれども、その期間についてということでございますので、まあ、ずっと今の発電所が何百年もあるわけではないと思いますので、そういうわけではなくて運転の運用期間中というそういう前提で彼らも考えているし、我々もそのタイムスケールで考えているということでございます。今回の話で出てきたモニタリングということがまあメインで出てきているんですが、前回 のまとめのこれでモニタリングへの課題と、まあ、異常判定の考え方、その2つがやはり問題視されているかと思うんですが、その異常判定の基準みたいなものは どこで誰が決めるんですか。でかつここで考え方のところで異常判定の難しさというのが、まあ、1枚目の最後に述べられてはいるんですが、後半のところでは異常判定をどう評価していく、ないしはどう見直していくかということは必ずしも明確には書かれていない。でその異常判定の仕方がやはり一番今難しいんではないか、まあ、モニタリングは、まあ、変な言い方ですけど努力をしてお金をかければ向上は必ずするんですけど、
異常判定の方は向上、その評価そのものが妥当であるかどうかっていうのは、まあ、先ほど藤井先生のお話がありましたけど、論文がまた批判されれば判定も基準も覆ってしまう。そういう意味で常に見直しが必要かと思うんですね。ですからその異常判定の仕方というのを基準を誰がどう評価していくのかということをちょっとお教えていただければと思うんですけど。今のは三層研の篠原さん。そうです。管理官の小林さん。今篠原さんのちょっとご質問の趣旨がちょっとあまり分かんないんですが、この会合の中で検討チームの中でですね、今資料2でお示ししましたように、今後の検討案の中でそういったその、まあ、判定の目安ですね、こういったものについてこの中で議論していくんじゃないかというふうに思います。それでこの検討事項案をまとめさせていただいたので、まあ、これに一部あればいろいろ委員の先生方からコメントいただければと思っています。よし、藤本さん、この委員会でその異常であるという基準も評価するということになるんでしょうか。例えば先日お話し出たのは、その今のアイラカルデラの膨張レートは 0.01 キロ立方が、まあ、年間である。それに対して、まあ、ジュリットの論文だと 0.05 ぐらいだから、そこでまあカルデラに部下に差し迫っていないと判断されるといった、そういう判断を逆に我々がするということになるんです。今のあれだと、それは 0.1 で評価すべきか 0.5 で評価すべきかということの基準はある程度誰かが与えなければいけないわけです。その与えるのは誰である、この委員会、この検討会なんでしょうか。そういった数字的なものまでここで議論できるかどうかっていうのは、私は今のところまだわからないと思います。皆さんが一致できるようなそういう数値が出れば、それはそれで大変重要だと思いますけれども、むしろそういう数値を出すにあたっての基本的な考え方みたいなものがまず必要だと思います。なんかすっごい島崎さん嫌いになってきたんですけどいや、数値出さなかったらだからダメじゃん。それでね、まあ、ちょっと順番に言うと、はい、まず桜田さん、はい、審議官、規制庁の桜田審議官、まあ、モニタリングについては、はい、その具体的な問題についてね、はい、はその、九州電力はその、保安規定に書くでしょうと、まあ、ある意味ね、その、うん、審査書の段階ではね、なんか方針しか、はい、ね、まあ、なんか異常があったら判定会議を開いて、ね、うん、原子炉を止めて、核燃料搬出しますしか書いてないわけです、うんうんうん、します、ね、します、まあ、それをまあ、そういう約束をしたんだから、うんうん、それを実行するための具体的な中身については保安規定に書くでしょうと言っていて、うんうん、ただ彼が言ってたのはモニタリングのことなんですね、うんうん、でそれに対して篠原さん、なんかびっくりしましたね、この産総研、産総研なのに産業技術総合研究所、産総研の篠原さんは非常に鋭い指摘をしていて、うんうん、で要はモニタリングだけじゃなくて、その兆候把握時の、はい、判断基準、うん、どこまで来たらやばいのか、うん、どういう兆候を把握した時にそれを異常とみなすのかですね、うんうんうん、その判断基準はどうするの、はい、おお来た、ね、はい、どうするの、うん、ね、で小林ちゃん、小林さん、小林規制庁の、うん、規制庁の、ね、安全統括、まあ、地震津波火山の、まあ、ある意味規制庁側の、ね、責任者に当たる人ですけども、ほうほう、まあ、それはここで議論してくださいって言ったわけです。あ、言ったんだ、うん、あれ島崎さんとも一緒に島崎さんは、まあ、まあ、島崎さんも、うん、まあ、ある意味ね、今の段階ではね、うんうん、分かりませんと、うんうん、ね、だからで 具体、まあ、具体的にどこまで、検討できるか分かんないから、まあ考え方ちょっとまずはね、うん、検討することになるんでしょうみたいな、なんかすごい濁された感じ、濁された感じです。ところがね、はい、篠原さんが指摘したように、はい、篠原さん何を言ってたかというと、うん、そのドリットル論文に従って、ね、はい、ドリットル論文に従って、うん、ドリットル論文だとその、不
噴火100年間、噴火直前の100年で、はい、マグマの供給量は急激に上昇するって言ってて、うんうん、それが、年間 0.05 立方キロ、うんうん、ないしは、0.1 立方キロですね、うんうんうん、ところがアイラカルデラは今 0.01 立方キロだから、うんうん、ちょっと5倍だ、ね、5倍になったらどうするんだね、うん、まあ、例えばそういう、5倍になったら異常とみなすして何かするとかね、まあ、そういう、うん、判断基準についてはどうするんですか、うんうんうん、でなんでそんな具体的な話をするかっていうと、はい、実際適合性審査でそういう議論してるんです。あ、そういう成分してましたね。してましたね。だから、うん、九州電力は最初ね、今の10倍、うん、今の10倍の 0.1 立方キロを超えるようだったら、うん、それはあの警戒状、非常に異常な状態だってみなして、うん、専門家を招集して、うん、その巨大噴火かどうかね、うん、カルデラ噴火に至るかどうかっていう評価をしますみたいな、最初そういうのを提示したら、うんはい、島ちゃんがこんなんじゃダメだ、あ、そうか、島崎さんその時はね、ダメ思いっきりダメ出しをして、うん、それで次の回に 5倍、ね、0.05 立方キロって、ね、はい、いう判断基準案を出して議論はしてたわけです。あ、そうですよね。だから実質的に、うん、議論はしてるんです、うん、でなんでそういう議論したかっていうと、はい、火山審査に書いてあるからです。あ、これはもう今徹底して無視されてるんですけど、そういえばなんかすごい自分でも忘れてるぐらい、うん、なんかだんだんどんどん逸れてってますね、うんうん、で火山審査はまあこれ何回も紹介する図ですけども、うん、そのまあ、まずね、巨大噴火の可能性が十分に小さいかどうかっていう判定をして、で十分に小さいとなった場合でもモニタリングおよび火山活動の兆候を把握した場合の対処方針策定って書いてある、うん、じゃあこの兆候を把握した場合の対処方針って具体的に何ですかって書いてある、書いてあるんですよ、この先にね。あ、書いてありましたっけ。この先に書いてあるんです、さっきの丸6番でしたかね。あ、丸5番、これです、これです。火山活動の兆候を把握した場合の対処方針とは何かって、この3つです、書いてある。火山ガイドに、火山ガイドに書いてある、ね、でまず1番目が兆候を講じるために把握すべき火山活動の兆候と、うん、その兆候を把握した場合に対処を講じるための判断基準、これ書いてある。あ、これ書いてある、で、これ書いてあるから、うん、九州電力は判断基準っていうパワーポを出して、うん、さっきの説明を一生懸命したわけで、うん、もうドリットルに忠実に従って、うん、ね、サントリーニまんま、うん、サントリーニがまんまアイラで起こりますっていう前提に立って、はい、何倍になったらどうするみたいなね、うん、そういう議論を提起したんです、うん、提起したんです。だからね、今日実は IAEA の中田、はい、さんね、東大地震研の中田節也さん、はい、あ、先週も出てた、はいはい、彼はしきりにその IAEA の基準を持ち出していて、はいはい、IAEA の基準でいうと、うん、その判断基準をあらかじめ定めておきなさいっていうのが書いてあると。あ、どのくらい火山がどういうになったらどうするっていう、そうそうそう、それ書いてあるから、うん、それをちゃんとこの場で議論した方がいいみたいな提起をしてるんですけども、うんうん、ね、別に IAEA に行かなくても火山が書いてある。あ、本当ですね、自前の基準で、自分のね、うん、で今規制庁も、うんうん、ね、島崎さんも、はい、ここがまるでなかったかのように立ち振る舞ってます。そうですよね、モニタリングしかな、うん、書いてないように言うわけですよ、うんうん、もうそこに非常に嘘があるんですよ、うん、忘れてるんじゃなくて忘れてるふりをしてるんですかね、やっぱりね、うん、だってこれモニタリングおよび、うん、兆候把握者場合の対処方針、はい、で兆候把握者の対処方針は3つあって、はい、判断基準と、うん、それから具体的な対処方針と、それから原子炉の停止および核燃料の発出、その3つなんです、うん、書いてあるんですね、その3つ書いてあるんです、うん、ね、でなんでモニタリングのことしか問題にしないのって、モニタリングモニタリング、うん、ね、で審査者にもモニタリングしか書いてないんです、結局 ね、 ね、うん、だから非常にそこは政治的な意図を感じるわけですけども、うん、でもやっぱりね、判断基準どうするので、今の議論は結局、うん、とにかくここの場は九州電力の判断基準じゃなくて、うん、原子力規制委員会の判断基準を議論する場だと、ね、うん、あ、そうなの、いうことと、それから、うん、まあ
基本的な考え方についてはまずは議論しましょう。でも具体的な数値を上げての議論は難しいですねみたいな。うわー、いやー、嘘つけみたいな、やってただろう。本当ですよ ね。だから要はその5倍だ10倍だっていう議論が、うん、もう完全に 100% ドリット論文に依拠してるわけですよ、うんうんうんね、ドリット論文に依拠して、うん、それが崩れたから、うん、それが崩れ足元からもう崩れちゃったから、うん、だからそれに触れることがもうできない、うん、ね、あ、数値に触れると根拠が崩れてる、うん、そしたら、ね、藤井さんの指摘がどうなの、ね、ドリットさん自身が言ってるわけですので、うんね、こんなに強力な指摘はないわけです、うんうんうん、だからそこは触れることもできないし、うん、だからそもそも加算審査ガイドに判断基準が書かれていることをもう無視、うん、なかったかのように自分で作ったガイドなのにそうなんですよ。だから、うん、まあそれもそうだしね、あと、うん、まあそれについてもね、まあ今日も議論の中で結局だから、九州電力がね、まあ、うん、先ほど保安規定に書いてくれるんじゃないかみたいなね、うんうん、話も出てましたけども、でも最初から書けないことが分かってるわけですよ。あ、そっかそっか、もう前提崩れたんだから何倍とか書けない、決められない。そうそう、だから、まあ、一応火山ガイドには判断基準を書けって言われてるんだけど、うんうん、ね、なかったことにしていて、うん、ね、でまあ審査書には非常に抽象的なことしか書いてなくて、うん、ね、補正申請もそうですよね、うんうん、で具体的なことは保安規定に書いてくれるんじゃないのないのって言ってるんですけども、もう最初からそんなことできないってことは分かって言ってるわけです。ああ、いや汚いわ、嫌、うん、だわ大人、うん、だから そういう意味では、ね、今日も宮殿がたくさん来てましたけども、ね、うん、あ、宮殿なんだ、人たちあの背広、ね、私もちょっと最初分かんなくて後から背広を来た人たちがなぜかね、うん、はい、マスコミでもないのにカタ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 パソコンを動かして一生懸命、ね、うんうん、傍聴してましたみたいな、うん、まあほとんど宮殿の社員みたいだったんですけども、 ね、はい、だから、うん、要はちゃんと正式にね、うん、宮殿も、うん、ヒアリングをして、うん、どうしますか判断基準、うん、ね、いや、それはもうドリットはダメですよ、うんうん、ね、他はないんですか、あ、もう無理ですね、じゃあちょっと、うん、ちょっと しばらく動かせませんよって、うんうん、ちょっとこっちでも検討するからごめんね、待っててねと、うんうん、言うしかないんですよ。そうですよね、うん、なんかやってくれるでしょって、いや丸投げしないでって心の中で思ってたかもしれないですね、うん、彼ら、うん、まあ、そういう意味ではちょっとここのやっぱりこの審査ガイドのここ、うん、ここをちょっともう一度ね、うん、どういう意味なのか、これに書いてあることをどうしてやらせないのか、うん、それをまともに取り上げて議論しないのか、うんうん、ね、いったところはまた改めて、ね、うん、問題しなきゃいけないと思うんですけども、うん、まあとにかくいろんな意味で、はい、行き詰まってる状態で、うん、まあでも今日はなんかとにかく、あとメールでやり取りして、あ、そう、あれもなんかすごいメールでやり取りすんなよみたいな、うん、でメールでやり取りするなよっていう心の叫びがあったら、あ、じゃあ簡単、あ、小さい変更はメールでやり取りして、大きな変更があったら会議しましょうって、いや絶対それ会議するつもりないだろうみたいな、うん、いやですね、まあ、はい、まあ、そういう意味ではとにかく火山審査のもう前提条件が大きく覆されたというかね、うん、崩れた状態であることはもうそれはもう間違いない、ね、うん、ということですので、はい、まあちょっといろんな形で、あとはもうそういう意味では理屈だけでは済まない領域に入ってきましたので、うん、もうひたすらいろんな方向からいろんな圧力をね、うんうん、まあ、皆さんもぜひ政策審議会には意見を出していただいて、うん、もう世論が見てるぞと、うんうん、ね、そんな非科学的な対応をしてもらっちゃ困ると、科学的技術的にやれとそうです、もう人にはね、うん、科学的技術的パブコメしか受け付けませんと言っといて、そう、ね、君たちが一番非科学的じゃないかって話ですよ ね、うん、ちょっとだから島崎さん非常に悪いですね、ね、ちょっと悪いです、微笑んでて紳士的に見えるけども、うん、やってることはあなたはどうなのみたいな、うん、あとだから最後に今後の会議の予定ですが、次回はまだ未定です、そう未定ですと言って、しかも中長期的な課題ということですので、うんうん、まあ、だからもうね、うん、ずいぶん先にして、うん、その間に、まあ、要するにパブコメの反映なり、ね、審査書の確定をやっちゃおうみたいですね、うん、いう可能性が
高いですよ ね。なんか何ヶ月も開かれなかった会議とか他にもあったし、すごい気がついたら半年1年経ってるとかいうことにすごいなりそうです。すごい嫌なんですけど、ね、まあそれではさっき言ったようにちゃんと宮殿も呼んで、ね、改めて一から、要するに、ね、こんな事態になったのはやっぱり、規制委員会政調が火山学者たちをもうほっぱらかしてないがしろというか、ね、無視して、し続けて、まあ、ある意味ツケなんですよ、ツケが回ってきてるわけです。最初に呼んだけどかね、うん、だから島崎さんはあんなことを言えた義理じゃないんです、本当に、自分で、ね、排除しておいて、それでようやく、ね、まあ、いろんな声が出て、読んだところで、いや、そもそも一から考え直した方が、考え直さないとあなたたちが寄って立つ、ね、論文はそんな安易に、ね、拡張できませんよっていうね、一つの事実の指摘を受けただけでオロオロして、いや、そんな一からの議論なんて今更言われても困るっていうのはちょっとね、ねえ、ねえ、まさに自業自得、ちょっとなんかね、まあ、何様っていうのか、なんていうか、ちょっと都合が良すぎですよ ね。いくらなんでも、ね、都合が良すぎです。まあ、ぜひ、ね、火山学者の皆さん、怒りを全部出していただいて、怒っていいです、怒ってください。そんな気がしますね、はい、ということで、はいはい、ありがとうございます。第2回目の緊急火山、はい、緊急のご報告ということで、はい、はいはい、ということで、この後は、9時から避難特集をお届けしたいと思いますので、はい、ではチャンネルはそのまま一旦休憩されてまた戻ってきてください。はい、ではありがとうございます。ひとみちゃんは あれでした、あ、巨大噴火だから大きな予兆があるってわけじゃないんですね。それちょっと言うの忘れましたね。すいません、ちょっともう一回言います。すいません、本当すいません。でもこれすごい、あ、そうか、これすごい今日の一番の名言を忘れてた。ちょっと忘れました。ちょっとすいません、映像がね、あったんですけど、出します、はい、映像ちょっと、ごめんなさい、私この紙を奪っちゃったからいけないです。あ、ごめん、はい、本当すいません、規制庁の火山担当の、すいません、誰でしたっけ、安池さんがすごいことを言ったんですよ。名言というかね、正直、まあ、正直実情を語っていただきまして、うんうん、あ、そしてなんか固まってる、 Wi-Fi 固まってる、あ、やばい、あ、こんな時に限って、あ、すごい、どうしよう。じゃあちょっと言葉で言いますかね。あ、そうですね。何を言ったかというと、はい、現状の、ガイドの考え方とか、今の審査の流れの中では巨大噴火だから大きな予兆があるとか大きな変動がある、でも現状のガイドの考え方とか、審査の流れの中では巨大噴火だから大きな予兆があるとか大きな変動があるってことを当初は考えていたんですが、やはりそれは必ずしも起こるとは限らない、そういうことなので、そうそうそう、いや今更気づくなよ、いや気づいたんだったら審査書書き直せよって火山担当の人がこんなこと言ってる時点で、どうやって審査したのあなたたちみたいな ね、ええ、ね、そう、それはもうこれずっと言ってたんです、最初にね、うん、大きな巨大噴火はもっと予兆が早く、大きく劇的に出るはずだから、そうそうそう、それをちゃんと観測すれば済みますよ、悪いみたいなね、ずっと言ってたんです、そうそうそう、ね、でそれはでもちゃんと根拠を示しなさいっていうのはずっと私たちも言ってきたわけですけども、ね、なんだよっていう感じですね。今更気づくなよ、聞こえてない、まあ、でもまあ正直に言っていただいてよかったな、まあね、そうですね、珍しい、よかったです、大人にしては珍しい、よかったです、はい、ぜひ、はい、正直なご発言をぜひ、ね、はい、これからもお願いしたいなと、お願いしたいなというふうに思います。はい、はい、というわけで、では9時にまたお会いしましょう、はい、すいません、では規制庁の YouTube なんで皆さん後でぜひ見てください。というこの安池さんの名言が背中にあります。もう一回読みますと、巨大噴火だから大きな予兆があるってわけじゃないんですね。言っちゃったよ。